ちびっこが泣いてます。電車見たいのかな。線図寄りに踏切があります。なんだこれ、ミステリートンネルだって。ミステリートンネル長島ダム、興味深いですね。こっち行ってみますか。井川線が走ってます。アップと市城という駅名がありますけれど、レールそのものはアップト式にはこうなってないですね。あら、トンネルだ。怖っ。ちょっと真っ暗だったんで、吊り橋がありますね。あ、このアプト一路から先が急勾配になるんですね。これ見るとこの駅から急激に傾斜がきつくなると、そんな感じのイラストが書いてあります。でこちらがアプト一路駅。うん、乗降客のための駅という感じじゃないですね。立派な吊り橋があります。素敵だな、これいいね。入り口って書いてあるよ。ここだ。あら、これが駅舎になってます。めちゃくちゃこれちっちゃいかと思ったら、こっちが小さな待合室があります。遊歩道トンネル用懐中電灯、貸し出しをしてくれる。さっきのトンネルでも全部ないないです、地図がある。ここが駅で、さっきのトンネルがこれですね。ミステリートンネル、旧井川線が通っていった真っ暗なトンネルと。何、3のトンネルにはびっくり仕掛けとあの生き物があって、なんだヒント、コウモリか。コウモリがいるってことですか。ちょっとね、懐中電灯ないとね。でこのアプト一路駅を出ると急勾配が始まりまして、アプト式鉄道、1000分の90、だから1キロ進むと90メートル上がるという日本一の急勾配、この先なんですね。ここは井川線の一つの見せ場なんですね。隣が長島ダムという駅です。あ、駅の音がある。ちょっと後でチェックしましょう。おあ、本当だ、ここだ。アプト式が始まってます。こっからこの駅はとても重要な駅なんですね。川遊びや魚釣りは危険です。じゃあここどうすればいいんですかね。何もできないということですね。見るだけという。ああ、ここがアプト式の起点です。ああ、なんかテラテラと油が光っててよく整備されてる様子がわかります。こういう駅前はちょっとした公園になってますね。あ、ここでよく観察ができます。こういう構造です。もちろん1000分の90普通のレールじゃとても登れませんから、真ん中にアプト式のシステムを入れることによって日本一の急勾配を井川線は登ることができるという、この先急に上り坂になってます。千頭行きの列車がやってきます。
全国登山鉄道ターミル会だって、そんなマークがあります。ここはトロッコになってますね。今回は車で来ましたけど、次は必ず乗ってみようと思います。だけが登ったり、機関車と違うんですね。昨日とありましたから、あ、すごいなこれ。ここから先のトンネルは危険すぎる。霊感がなくてもお化けが出てくるんだ。この先にキャンプ場があるが、いつまでもほっこりキャンプを楽しむことはできないぜ。トンネルのお化けに加えて100匹のワンちゃんも解き放っといたぞ。ああ嘘やで、え、下手すぎてごめんなさい。大井川鉄道、すごいね。やっぱキャンプ場が近くにあるからキャンプに来る人がいるんだな。ミステリートンネルがめちゃ怖かったです。ちょっとね、トンネルは怖いよ。あ、素敵な絵だ。あれ、これ北海道でもこの手の絵を見たな。北海道でもこういう絵を見たよ。綺麗な絵だけど、あ、大海飛鳥さん、真似てしまいました、すみません。こういう絵師の方がいらっしゃるんですかね。これでも真似なんだろうけど、とても上手です。デハニカイ、四国でもデハニカイって見たな。ミステリートンネル、コウモリがいてびっくりした。やっぱコウモリがいるんだ。ミステリートンネル怖かった。5年前、駅名もやりに来ました。メロ難しいね。いや上手ですよ。ミステリートンネル怖かった。ミステリートンネル面白かったです。懐中電灯ありがとうございました。70歳女性2名、勇気あるシニアが。怖って感じ。 SOS 楽しいね、どっちだ。なんか全体的にちょっと落書きベースが多くて、いいんですけどね。あれ、これこの方もですね、作広世紀で見たな。あら、やっぱり絵師の方ってあちこちで絵を描いてらっしゃるんですね。平成30年5月7日かな。ミステリートンネルの途中が怖かったけど最高でした。夢マックラさん、上手。楽しかったよ、ありがとう。ここに絵を描きなよね。楽しかったよ、ありがとう。ダメだ、こんなの会社ダメ。ミステリートンネル怖かったけど頑張って通り抜けたよ。よく頑張りました。ミステリートンネル超怖かった。女2人、甥っ子5歳と手を取り合って通り抜けました。ここに懐中電灯がありびっくり。光なしで通るのがおすすめです。本当かよ。途中のびっくりポイントがあって救われました。懐中電灯をお借りし、戻って途中で落としたピアスを探し出せました。よかった。お、すごい、この人すごい。この人、大海飛鳥さん、2021年4月3日へえ、素敵な絵ですね。まさに絵師。ミステリートンネル怖い。
大阪から来ました。ミステリートンネルに一人でチャレンジしましたが、めちゃめちゃ怖くて少し進んでリタイア。本当にお化けが出そう。みんな度胸あるな。大海飛鳥さん。あ、あ、まただ。へえ。お、いや、上手。お化けのイメージ？ミステリートンネル。へえ。これはいつ書かれたのかは分かりませんけど、あ、2022年8月10日。去年も来られて今年も来られたんだ。へえ。いや、いいですね。え、男の人なんだろうか女の人なんだろうか。うん。いい家です。ミステリートンネルに行き、いろいろな仕掛けがあり楽しい思い出になりました。やっぱり行くべきなのかな。中は暗い廃線跡。旧井川線の跡なんですね。うん。10月23日。静岡から来ました。シドニーの友人を案内するための下見です。いいところです。古城駅が楽しみ。うん。静岡は良いスポットがたくさんあります。いや、本当ですね。ここでおしまい。11月、あ、あるな。すごい怖かったよ。でもすごい楽しかったよ。こんなイメージね。なるほど。さっきの機関車、電気機関車があちらに止まってますから、このアプト市城駅で機関車を取り付けるんですね。そしてここから井川までの急勾配を機関車とともに登っていくという、そういうシステムになってるんですね。知りませんでした。あ、駅の近くにキャンプ場があるんですね。こちらが市城キャンプ場ですね。あ、トンネル、長島トンネルからこのキャンプ場に行けるようです。いや、ここ素晴らしいですね。こちらが長島ダムですね。非常に大きなダムです。うん、素晴らしい風景です。